皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。こちらのチャンネルはひろみボイスという、メインチャンネルのサブチャンネルでお悩み相談室というコーナーを運営しています。視聴者の皆様から届いたご相談に乗らせていただき、また視聴者の皆さんの温かいアドバイスやコメントをもとにですね、さらにいろいろなことを考えて視野を広げていけたらなと思っています。私も完璧な人間ではないので、間違ったことも傷つけるようなことも言ってしまうことがあるかもしれません。その際は、コメント欄でご指摘ください。よろしくお願いします。はい、それでは今日も、お悩みをまず一つ目乗らせていただきます。私は21歳の大学生です。気になる人がいて、その方は5つ年上の26歳です。相手にされないでしょうが、気になってたまりません。女性視点から見て恋愛対象には入りそうですか、ときました。ありがとうございます。21歳の男性の方っていうことですかね。で、気になる方が女性視点じゃなくて女性っていうことですよね、多分ね。ちょっと情報が少ないのでどういう関係性なのかが全くわからないんですけど、21歳大学生、そうですね、相手はもう働いてらっしゃるっていうことなんですかね。恋愛対象には入るとは全然思いますけど、やっぱり相手の方が働いていて自分がまだ学生っていうことだと絶対わからないことが出てくると思うんですよ。だから、例えば相手が仕事の悩みでね、ってこう悩んでたとしても、かけられる言葉がやっぱり学生だと、学生だとっていうか、まあ働いた経験がないとわからないと思うので、そういう時はちょっともどかしくなったりとか力不足感じることはあるかもしれないですけど、でも例えば恋愛でこう人を好きになるって仕事の悩みを分かってくれるからとか、そういうことだけじゃないので、そういう意味では全然恋愛対象には入ると思います。視聴者の皆さんはどうですかね。ちょっとそれ以上のことが、情報が少なくてお話ができないのですけど、質問に対する答えは恋愛対象には入ると思います。そうね、なんだろう、いやでも一緒にいて、例えばまあ顔がすごいタイプとかっていうのも一つ恋愛対象になるきっかけになるし、あとはなんだろうな、すごい気が利いて、一緒にいてすごいいい意味で楽だなって、なんか心地がいいなとかね、まあ、気が利くだけじゃなくって話が合うとかね、趣味が一緒とかね、いろんな観点でやっぱ恋愛のスイッチで入ると思うので、その可能性しかないんじゃないかなって思いますけどね。皆さんどういう時に恋愛スイッチ入りますか？私結構その人のなんか集中してる姿とか献身的な姿とかを垣間見た時にグッて入っちゃいますね。例えばなんかみんながワイワイ楽しんでる時に誰かを介抱してたりとか、なんか一人で片付けしてたりとかいう時にも、あ、この人偉いなと思ってなんかグッてきますし、あとなんか仕事とかでもワイワイすごい目立つ人よりも、まあなんだろうな、ずっと残って新規事業のことをずっと調べてたりとか、なんか誰もやりたがらないような仕事を何も言わずにやってるとか、そういう姿にすごいキュンとしちゃいますね、私は。あとなんかくしゃって笑う笑顔とか、なんだろうな、まあその自分の年代とかね、自分のそういういろんな時期によって恋愛のスイッチって変わると思うんですけど、私は割となんかそういう姿にキュンときますね。みんなの前でウェイってこうやってるような人よりも、なんかあれ、あの人ずっとさっきからこれ頑張ってるみたいなところにキュンとしますが、皆さんはどんなところにキュンとしますか？人のどういったところが
素敵だなと思って、なんか恋愛対象になるんだろう、みんなどういう時に恋に落ちるんだろうね。なんかいろいろ聞きたくなってきましたね。どうなんだろう。いやでも全然その対象にはそういう意味ではいろんな可能性があるので入ると思います。はい、ちょっと短いですけどメッセージありがとうございました。もう一つ恋愛系のちょっとご相談があるのでこちらを読ませていただきます。はじめまして。いつも動画楽しく拝見してます。寝落ちするときは絶対ひろみさんの動画を流して寝てます。質問なんですが、今の時代マッチングアプリなどで出会ってお付き合い結婚がおかしくない時代になってきてると思います。自分はまだないのですが、今後マッチングなどで出会ってお付き合い結婚もするかもしれません。でももし結婚するってなったら親に何て言ったらいいのか、また理解してくれの、してくれるのかなど疑問に思っています。そこでひろみさんはマッチングなどで出会ってお付き合い結婚などはどう考えていますか。またもしひろみさんのお子さんがマッチングなどで出会った異性の方をひろみさんに紹介したらどう思われますか。意見聞きたいです。うまく伝わってないかもしれませんがよろしくお願いします、といただきました。メッセージありがとうございます。寝落ちするとき絶対動画を流してるということで嬉しく思います。で、マッチングアプリ、そうですね、確かに全然普通になってきましたよね。私も使ったことがあって、結婚する前にその今の夫と付き合う前に2回くらいかなデートしましたね。3人とマッチングして、で2人とデートしたかなっていうことがありました。なんか意外といい人いるんだなって思った記憶があります。使ってみて本当にね、1週間ぐらいでやめちゃって、それ以来1個のアプリしか使ってないし、1週間ぐらいでやめちゃったので、あんまりそのマッチングアプリのどうのこうのを知らないけど、私の周りにもマッチングアプリに出会って結婚した人は結構いますし、その中の一人には私がすごいマッチングアプリのプロフィールの書き方とか写真の撮り方とかいろいろとアドバイスをして、自分は1週間しか触ってないのに、なんかこう AI が多分働いてるから、もっとマッチング精度を上げるためにはみんなに受けるような内容じゃなくて自分をもっと出した方がいいよとか、なんかそんなことをアドバイスして結婚したって人もいました。ね、だから本当に普通になってきたなって思いますけど、一つねちょっと気になったのが、親に何て言ったらいいのかっていうことなんですけど、親とその人が結婚するわけじゃないので、あと親のために結婚するわけじゃないので、別に何とも言わなくていいと思うし、いい人が見つかったから結婚したいっていうだけでいいんじゃないかなって思うんですよ。その分かんない、その何気なく書いたのだと思うんですけど、もしその親の手前ね、なんか出会い方とかが大事で親に全部説明しなきゃいけなくてとかいう風な感じだったら、自分の人生なんて好きな人と結婚すればいいと思うので、私はその親に気を使う必要は全くないと思います。ただね、私が大学生の時にすっごい親に言われて、で後々ね、まあちょっとわかるなって思ったことがあって、それが過去にね、犯罪とかそういうことをした人とは付き合わないでほしいって、その親とかそのおじいちゃんおばあちゃんとかわからないけど、そういう人とは付き合わないでねってすっごい言われたんですよ。で当時私は付き合ってる人がいて、その人の話をしてて、そしたらすごい言われたんですね、犯罪者がこう血縁上にいないかみたいな。で、そんなのわかんないじゃないですか、そんな話もしないし。で、なんかすごい言ってくるし、なんか話聞いてるだけで疲れちゃったし、怖いとか思ったんですけど、でもね、後々私がアメリカ留学中に出会った人の話でつながったことがあって、
て、それがアメリカってアダプションって言って、その養子を迎え入れることが結構普通なんですよね。なので、養子を迎え入れた友達の話をとある人がしてくれました。白人夫婦で、すごい裕福なお家に引き取られた子供で、何歳だったんだろう、2歳とかかな、まあ本当にちっちゃい時に引き取られて、すごい可愛がられて、何にも不自由なく育ったのですが、ある日、10代半ばぐらいかな、なった時に、家のものを盗むようになったんですって。お金とか、金目のものとか。で、すごい親が困っちゃって、その養子に迎え入れた親が困って、なんでこんなことするんだろうって、すごい、愛情かけて育てたのに、ちゃんと押し付けもしてきたのに、なんでだろうって思って、その養子の子の元々の本当の血縁上の親をいろいろと調べたら、両親ともに犯罪者っていうことが分かったんですって。で、そういう時に、その時に思ったのが、血は争えないっていう言葉が日本にもありますけど、やっぱりその遺伝子に組み込まれた何かがあるんじゃないかってっていう話を私の友達はしてたんですけど、その話と両親に言われたことが結構リンクしたんですよね。私が結婚前ですけど。なので、そういうところはちょっと気にはするかなとは思いますね。だけど、それってもともと例えば知り合いだったから分かる話でもないし、職場で知り合ったからその人の血縁関係まで分かるわけじゃないし、犯罪履歴分かるわけじゃないじゃないですか。そういう意味では別にマッチングアプリも一緒かなと思ってて、で、多分なんか変な人って一緒にいたら分かるんじゃないかなって、抽象的ですけど思うんですよ。なんか嘘をいっぱいつく人とかね、なんか手癖が悪い人とかね、そういう人って一緒にいたくないし、一緒にいれば分かると思うから、自分の目で判断すればいいんじゃないかなとは思いますけどね。でも過去にそういう話があったので、そういう意味では結婚相手、私がもし親だったら、マッチングアプリだろうが何だろうが、私も親に言われたし、との友達の友達の養子の話とかを聞いたことがあるので、多少は気にするかもしれない。でも、その親御さんと会ったり、その子と話してたら分かるんじゃないかなって、こいつちょっとやばいなとかね、やばくないなとか、分かんないのかな。 DV の人とかって、でも普段すごい優しいとか言いますしね。まあだから、ちゃんと付き合って判断してほしいなとは思うかもしれないですね。出会いがどうのこうのだったとしても、例えばですよ、私は今の夫と職場で知り合ったんですけど、付き合って結婚までは早かったんですが、職場で結構一緒に仕事してたので、2年半ぐらいかな、3年弱ぐらいしてて、この人はこういう働き方をするんだな、こういう物事の捉え方をするんだなとか、何か問題が起こった時にこう向き合うんだなっていうのが、分かってたので、あと、周りの評価もね、私人事だったから、彼の評価とかも全部知ってたし、給料も知ってたし、飲み会の席でね、話題に出ることもあったりして、結構、ギャップがなかったんですよね、結婚してからも。恋愛っていう意味ではありましたけど、付き合ったらこんな感じになるんだっていうのは、多少はあったけど、でも、本質的なところっていうのは全くギャップがなくって、でもそれは、知ってたからだと思うんですよ。働きながらよく見てたし、よく喋ってたし、一緒に仕事もしてたし、イベントに出たりとかもして、そこは本当に変わらないところだったので、そういう意味ではちゃんとその人のことを見て判断して結婚してほしいなって思いますね。だからマッチングアプリだったとしたら、そういう接点がない、もともと接点がなくて出会ってで結婚ってなると思うので、仕事って嫌な面も絶対出るじゃないですか。失敗もあればトラブルもあるしっていう、そのネガティブな面っていうのをちょっとでも見て結婚してほしいなって思う。 100% 知って結婚っていうのは絶対できないから、やっぱ結婚していく中で分かっていくこともたくさん
さんあると思うんだけど、困った時にどうするかこの人はっていうところが一番大事だと思うので、なんか付き合ってる時になんかトラブルがあってほしいなって思うかな。そうで、それに対してその相手はどんな風に対応したのかなっていうところが一番大事だと思うので、そういうね経験を、付き合ってる期間が長かろうが短かろうが、そういう経験をしてほしいなって思う。相手のネガティブな面も見ててほしいなって思いますかね。そう、それに今話してて思い出したのが、なんかツイッターでバズってたんですけど、ビートたけしさんが言ってたのかな、付き合ってるね時に一緒に山登りに行った方がいいって。でそれは山登りって最初は楽しいんだけど、どん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 しんどくなっていって人間の本質が出るからっていうね言葉を言われてたらしいんですけど、それはでも本当そうだなって思います。山登りじゃなかったにしても、でも山登りの方がいいのかな、他にあんまりないですもんね、そういうのね。辛い時に人間性ってすっごい出るので、例えば自分もしんどいんだけど、あなたのことを励ましてくれる人なのか、自分がしんどすぎても諦めちゃうのか、しんどすぎて愚痴しか出てこないのかで、本当その人の人間性だと思うので、肉体的にもね精神的にもあつらみたいな状況にちょっと追い込む、だから山登りが一番いいんでしょうね。楽しくできますもんね、きっとね、誘いやすいしって思うかな。そうだから、マッチングアプリが悪いとか心配とかではなくって、なんかその人の本質とか人間性っていうのを見て結婚してほしいなって私だったら思いますね。うん、皆さんはどうですかね。うん、だからお子さんがマッチングアプリなどで出会った異性の方を紹介したらって全然いいんですけど、なんか2人で乗り越えたこととか相手の嫌な面とか見たことあるのかなって思うかな。でもそういう風に聞けないかもしれないな。二人でなんか乗り越えたことあるのとかね、なんか相手の嫌な面とか見たことあるとかね、多分言わないと思う。だからそれまでに言うんでしょうね、きっと。家庭内でそういうことを話題にしていくと思います。私性教育っていうのをすごい重視していて、性教育って日本では全くされないので、ある時ね妊娠中にね調べたんですよ、世界の性教育。そしたらまあ本当に日本が遅れてるってことが分かったんですけど、調べていく中で分かったのが、性教育って別にセックスとか性交渉とか生理とかそういうことじゃないんですよ。性行為、性教育っていうのは相手と自分を大切にすることなんですよね。結局相手と自分の違いを知って自分と相手を大切にするっていうことなので、性教育っていうか全教育なんじゃないかなって思うんですけど、その一環として多分こういうことも話題に家庭内で出していくんだろうなって思います。だから相手を見つけてきました、結婚しますっていう時に言うのではなくって、なんかやっぱり相手の弱いとことか弱さが出る時に人間性がね、辛い時に人間性って出るよねって、そういう時にどう向き合うかっていうのが一番大事だからみたいな話をいろんな形で食卓の話題で出すんじゃないかなって、というか出したいなって思いますね。どうなんだろう、どうでしょう、皆さんなんかやってることとかありますか、お子さんとの会話でとか。だってね、好きなんだから多分ね入らないと思うんですよ、そのもう好きで結婚したいと思ってる状態で、あんた相手の悪いとこ見たことあるのとか、ネガティブなことをちょっと言ったとしても怒るだけだと思うから、うん、それまでになんかいろいろ言うと思いますね。そうだからちょっと話それちゃったんですけど、マッチングアプリは全然いいと思います、すごく。だってそうじゃないと、昔のお見合いと一緒じゃないですか。昔ってもうほんと昭和の話ですけど、近所のいい意味のおせっかいな方がいろいろと手配してくれたり紹介してくれて出会ってっていうことがしょっちゅうあって、でそういう存在がいなくなってアプリになっただけなので、多分あんま変わんないと思うんですよね、昔の紹介とかお見合いとかと。そういう意味では全くいいと思いますし、そう
それよりももっと大事なことは相手の人間性っていうのを見るっていうことだと思いますね。うん、皆さんはどう考えますでしょうか。はい、メッセージですね。ありがとうございました。はい、では今日は2つのご相談に乗らせていただきました。皆さんからのコメントやアドバイスもお待ちしています。よろしくお願いします。それでは今夜も暖かくしてお休みください。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。